人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら、外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。なんだこの霧。ここはダメだ。引き返せ。なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。避けるのが無理なら守りを固めろ。やばい、戻らなきゃ。
いいぞ。浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。この鳥居から霧が出ていたのか？みたいだな。片代か。使えそうだ。ここはもういい。目的地に行くぞ。何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ？エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置。あいつ。余計なことを。
私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと？なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。